お、ニキビ。ニキビができた。ほくろみたいな感じで。はい。はい。皆さん、こんにちは。マイニーでーす。ちょっとさ、最近なんか、全然関係ないんですけど、最近なんか、ここなしよくニキビができるの。ちゃんとメイク落としてるんだよ。綺麗に落とせてないの。まあ、いっか。はい。本日なんですけれども、今日はなんか、何やろうかな。キャンドゥさんの粘土ジェルを使って、何か、アートができたらなぁと思ってます。ぜひ皆さんも温かい目で見守っていただけるととても嬉しいです。じゃあもう早速行きましょう。どうぞ。はい、ということでやっていきましょう。とりあえず今回は粘土ジェル、こちらがメインでアートをやっていきたいので、まあ、この辺は多分これでいいんじゃないかぐらいの気持ちで合わせていきます。もしかしたら途中で変えるかもしれないけど、とりあえずこれでいこうという気持ちは今あります。はい、ということでやっていきましょう。はい。で、まずはなんですけど、チップ、ベースのカラーは何でもいい。今回は、どうしようかな、なんか、肌なじみのいい感じの色でやろうかなって思ってますけど。で、私最近サロンでよく使ってるのはこれね。マナさん、マナネイルズさん、エルムーンの、ベッドスキンピンク BS1。一番最初に出たやつだね、これ。これ好きなの。これを一度塗りでいいかな？二度塗りする？私の爪が、地爪が、これだから透けちゃうから二度塗りしとくか。これは別に飛ばしてもらっていいです。ただ塗るだけなんで。はい。じゃあ硬化します。はい。それでは今度、クッキングシート。爪の跡ついちゃった。クッキングシートと、ちょっとくるんってなってる。ちょっと待ってね。クッキングシートと粘土ジェルを用意します。はい。と粘土ジェルで、これね、これでいいかな、いっか。はい、これとちょっとこれも出しておきます。これね、前ご紹介したことあるやつですね。ゴールドとシルバーみたいなやつです。これ開けといて、スパチュラで粘土ジェルを取ります。多いかな、多いかな、多すぎるかな、いやでもいいかな。で、混ぜたいんだよね、私は。よいしょ。よいしょ。もうちょっとあってもいいかな、粘土ジェル。ちょっとスパチュラにくっついてきちゃって。よいしょ。もうちょっと粘土ジェルを追加して、お取り。で、えいと合わせていきます。で、これを、あれにしたいの。筒状というか、コロコロってして、やりたいんですけど、これをコロコロして、で、こういう風にして、で、さっきのカラージェルを塗ったやつのここの根元に、こうしておいて、てか、クッキングシートの上でやるといいよって、ね、視聴者の方に教えていただいたんですけど、めちゃくちゃやりやすいね。今更？はい。で、置きました。そしたら、この子を、ちょっと潰そうかな。ちょい潰して、いや、私もね、今ね、よくわからずやってるからね。結構前にお客様にね、このホロを入れてやったわけじゃないけど、やったことあるからね、こういう感じでちょっとプリーツみたいな感じにしたいんだけど、割とホロだから何がどうなってるかわかんないかな。ちょっとジグザグしとけばいいのかな。ね、こういう感じです。何がどうなってんのって感じな気もすると思いますが、はい。で、これ合わせたらどうかなと思ったんですよ。ただね、ここがね、問題。これが本当に合うのか、果たして私には分かってないから、洋服の、なんかギラギラのラメの服とかあるでしょ？そういうイメージ。あ、これいいかもいいかも。これと、この、あ、ちょっと、待って。この2つのサイズを使います。ベースジェルをとりあえず塗って、この辺に一応乗せといて、まあ、ちょっと粘土ジェルに埋める感じで
載せるかと思ってますが、ちょっともう一個ぐらい欲しいな。ここにいらないか、このぐらいでいいか。あえてどう？わあ、かわいい。何？よし、硬化します。はい、とりあえず硬化しました。すごい個性爆発した後になったな、これ大爆発じゃんこれ自分でも思うわ。ちょっと紙一重だよね。はい、とりあえずこれでトップを塗ります。自分で言っちゃうよ、紙一重だよね。このパールの色が白とかだったらもうちょっと落ち着いたんだろうな、合わせ方が。私の一応自覚はあるよ、なんかちょっと変わった合わせ方するっていう自覚はあるよ。周りに言われて気づ、周り、うん、周りに言われて気づいたけどね。よし、じゃあ硬化します。はい、じゃじゃんじゃじゃんとか言ってできました。ちょっと乗せてみるね。これさ、すごい可愛いんだけど、まあ、やるならポイントで1本でね。すごい可愛いんですけど、ここ何がどうなってるのか分かんないと思うんで、ゴールドのパウダーやったやつもちょっとお見せしようと思いますので、お待ちください。はい、ということで2つ作りました。ちょっと形違っちゃったな。こっちが最初に作ったやつね。こんな感じで、もう何が何だかわけわからん感じのラメラメな感じ。これね、私のイメージの中で爪がね、服着てる感じね爪が服着てるっていうイメージで、はい。で、ここがどうなってんのかよくわかんないかなっていうことで、ミラーパウダーをこすりつけたらわかりやすいかなと思ったんでやってみました。わかるかな、なんかうねうねしてるの。ちょっとなんか形違っちゃったな、若干。ちょっとここの高さが違っちゃったけど、まあいいか。はい、こんな感じです。ちょっとパールの色も変えてみました。爪が服着てるネイルです、これは。はい、ちょっとお花っぽくも見えるね、これ。これ全部こう反対側も同じな感じであっても可愛いのかな。なんかお花っぽくなりそうだね、こうやってやったら。はい、っていう感じです。これね、大昔に私がお客様に粘土ジェルがほんと出始めたばっかりの頃に、なんかないかなでこれ一回やったんだよな。動画で撮ってないよな多分。はい、なんかこんなような感じのやつをやったの。写真にものその時ちょっと撮り忘れて残ってないから、これこれとも言えないんですけど、こんな感じでラメを混ぜたり、こういうラメとかじゃなくてもなんかフレークとかでもいいんですけど、オーロラのフレークとかラメとか好きな色とかを混ぜてやったり、こういうミラーパウダーをこすりつけてやってみたりして、いろんな色の組み合わせで楽しめるデザインかなと思います。ちょっと私もふわふわしながら作ったんで、仕上がりはこんな感じで可愛くなりましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひね、お好きなカラーとかお好きなパールとか、なんかそういうのでぜひチャレンジしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。